こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりにユーロトラックシミュレーター2、ライブ配信、行っていきたいと思います。いつも通り、Twitch で配信を行っていきます。ヨーロッパのプロモッツ元である、拡張元であるプロモッツで遊んでいきましょう。バージョンは 1.50、プロモッツのバージョンは 2.70 です。はい。はい。では、遊んでいきましょう。セーブしとくか。もう前回が7月29日だったらほぼ1年ぶりってことか。すごいな。今日が15日か。約うまくいけば月に 1,2 回はやってたんですけどね。まず前回がどこまで行ったのかを1年ぶりなので、見ておく必要がある。前回どこだ、どこまで行ったんだ、どこに、どこだっけ。前回は前回は なるほど。少しお待ちください。どこだ？これだ。ちょっとモニター画面を出しまして、じゃあ始めましょう。前回、そうだ。前回どこ？どこまでプレイしたか。ヨーロッパの、ポーランドの、ピョトルクフってとこからですね。そちらに行ってるのですね。基本的に、その続きから始めていきたいと思います。まあ、安全運転で参りますので、ぜひ。見ていただければと思います。
仕事、クイックジョブ。これか、ピョトルフクって。ウッチ。本当、短距離ですね、ウッチは。ルブリン。まあ、でも、最初はやっぱり短距離で行きましょう。ルブリンってとこまで行きたいと思います。よく、ルブリンがどこかは当然分かってないんですが。こちらの仕事を今回受けたいと思います。ヤギのチーズを運ぶ仕事ですね。雨降ってんな。久しぶりなんで。どうやって目的地への案内を開始します。じゃあ行きますか。出口どこは右ですね。一回止まらなきゃ開かないのかな、これ。ゆっくり行けば開く。その先、左方向です。左方向です。ん、はい、でもさ、普通にこれショートカットできるじゃん。行きましょう。こっからスタートしたってことか。まっすぐこのまま行って、でクローバー型のインターチェンジをやるってことですね。1年ぶりですが、なんか本当のデザインも結構変わってるな。大丈夫かな。右方向、出口です。狭いもんな。開始。で、さらに右だよね、これ。右車線を走行してください。右のはず。右車線を走行してください。その先。右方向、出口です。ん？何これ？あれ？これ通れないって書いてる。右方向、
出口です。やってるな本当。ナビを再開します。嘘でしょ、入れないんじゃないかな普通に。あれちょっと待って、これ終点なんじゃないの。嘘でしょ、これひどいな俺。しかも高速道路だから外出られへんやん。ちょっとさすがにそれはゆるちょっとどうなんかなと思うんで、できればなんか U ターンしたいな。ひでえなこれ、わずかの距離なのに U ターンせざるを得ないってひどくないかな。なんかいい方法ないのかな。ダメだな、中央分離帯あの向こうに行ける時が全然ない。右側も全然あのガードレールあるからぶつかったら確実に損傷するし、ひどいよな。ん？ちょっと待って、あーでも折れるところはあるけど向こうに行けるわけじゃないもんね。立体が別にあるわけじゃないから。ちょっと待った、鉄道か。これがな、道路ならないんだけど、多分ゲームシステム上はやってくれないだろうな。まあ、しゃあないな。Uターンできる場所がない。あ、ここ行けたな。行けたが、まあ、しゃあないな、今は。その先、右方向、出口です。右方向、出口です。待った。センターラインばっかりだからな。
出れるけど。出るけどダメですね。結局普通に U ターンするしかないのか。すごい遠回りだな。高速道路も良し悪しですね。こう見ると。なんかおかしくない？そういえば。だと思う。なんで？ U ターンはできるけど、でもなんか真っすぐだよな。あ、はいはい、そういうことか。別にあそこ、あの通行止めになってたとこ右に行く必要なかったんだ。あ、経営、一応経営者の顔を持ってるんで、雇ってるドライバー確実に稼いでくれてますね。いいなぁ。田園地帯。美しい。あれ？飛行船か。飛行船じゃないわ。気球か。バリ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 。キュン。お、なんだ？バリバリバリキュン。バリバリバリキュン。あ、あと34キロ。その先、右方向です。平面交差か。右方向です。
構シビアですからね。当たってない。オッケー。なんだ？直進です。なんだろう。さあ、終点が近づいてきました。そこを左に曲がれば終点ですね、ほぼ。市街地は本当に落ち着いてゆっくり喋りましょう。あ、走りましょう。右車線を走行してください。その先、右方向です。積載量によっては運転しづらい時がすごいあるからな。やっちゃえ、日産。左車線を走行してください。その先、左方向です。左方向です。青になりますね。で、ここを右か。右方向です。どうなってんだ。目的地に到着しました。お疲れ様でした。エンター。経験値があります。どこに下ろしてほしいんだを満たすと結構早い。が、自分はそんなことはしない。一回、いやー、でも結構条件厳しいな、ここ。全然ダメだ。諦めましょう。キングオブザロード。なんだこれ。どこだ？アルシャじゃない。ルグリンだ。ここだ。今は。ルグリンからどこに行けばいいのか。アルシャに戻っ。アルシャ行くとすごい仕事が多そうだよな。アルシャ行きますか、普通に。
を引き受けましょう。目的地への案内を開始します。右が出口ですね。右方向です。その先、右方向です。右方向です。182キロかワルシャーまでは路面電車か、見えるのは。直進です。団地みたいなとこですね。この辺って標、福井でいうと何度なんだろう。あっと。戻してと。いますね。なんか上に一般人がいる。モブか。謎のモブ。ワルシャー方向を行き先も指しております。ここから高速かな。直進です。まあかなり本当のデザイン変わったり。なんだ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 。え、なになになに。ただ一車線になってるが、高速道路と思ったら高速道路じゃなくなってるや。一般道になっちゃった。うわ、ぬかす車ってあるのか。いけそうだ。でもなかなか加速、うちの車加速しない。あ、
あ、すみませんでした。マイクの音量切れです。うまく運転しないとスピードとハンドルの切り角によっては転倒する場合があるんでね、気をつけないといけません。スローインファーストアウト、アウトインアウトで心がけてまいりましょう。さあ、ワルシャーの看板を見ながら進んでいきます。木陰の道を進んでますね。カーブを曲がり切ったら左か。その先、左方向です。お。左方向です。やばいな。なんだこれ。お、なんか大きな吊り橋がありますね。危ない。車線を走行してください。その先、右
方向です。あー、やっちゃった。右方向です。バルシア市街にやってまいりました。何でしょうね、川が見えます。トンネルをくぐって、どうやって行くんだ。2車線を走行してください。ここ。その先、右方向、出口です。右方向、出口です。これでいいのかな。合ってんのか、間違ってんのか、どっちだ。あ、ですな。ここは結構紛らわしい。合ってるっぽいね。あ、ちょっと減速しすぎたか。過積載の場合、こういうところでは止まっちゃう危険性もあります。左車線を走行してください。その先、左方向です。ここ、あ、もう一つ先だ。左方向です。これが通過してから行きましょう。その先、次の次じゃないかな。ここじゃなくて、このもう一つ先。左方向です。危ない。商店とかあったんですね。目的地に到着しました。お疲れ様でした。はい、オッケー。これは比較的楽なんで余裕でいけるでしょう。あ、どうかな、もしかすると、あ、いけたいけた、オッケー、オッケーです。197。約40分で2回のタスクを終了ですね。キャリアってなんだ？キャリアの歩みなんてあるんだ。不要範囲、物騒、無鉄砲っていう、最低レベルが無鉄砲なんだ。やはりツアーご覧のとおり、都市もまだまだですね。国は結構達成してるんだけど、トラックディーラー、人材派遣会社は、まあ、そんなに、必要ないからなんだけど、ないよな。交通違反は無効にしてあるんで、皆さんその交通違反、結構簡単に交通違反になっちゃうんで、
つけない交通違反無効にすることをお勧めします。これって過去の履歴が出るんだ。ああ、これは昔なかったんで、なかったか、分かりにくいとこにあったと思うんで、あったとしても嬉しいですね。自分の収入がな、まあ、比較的長距離700キロとか1300キロ余りだったから、収入がすごいな。3万とかあったからな。やっぱり難しい貨物だったからっていうのもあるよな。コンボイ、コンボイってなんだ。コンボイがオンラインプレイなんだ。なるほどね。スキル、スキルポイントが、スキルってどまだか。あ、で、E メールが来た。中古トラックを販売中です。中古も欲しい、中古でも全然いいですからね、この世界は。あとドライバーマネージャー一応含めて、トラックディーラーじゃなくて、ガレージマネージャーか。うん、そうだね。ガレージマネージャー。ガレージマネージャーはもう、いっぱいいっぱいですね。で、ダブリにもガレージマネージャーいます、ありますが、もうこれもガレージマネージャーいっぱいです。アップグレードってできるんだっけ ?10 万か。10万。いけることはいけるか。アップグレードしちゃいましょう。バグった。あ、落ちた。あー、落ちやすい。ちょっとお待ちください。はい、お待たせいたしました。では、ここ、ガレージマネージャーを開けます。ダブリンは、ダメ。あ、そう、アップグレードする前だった。どうだ？あ、OK。なんか、ガレージが近代化されたっていう感じですね。
おお、すごいな。こうして、5台構成、ガレージが5台構成になりました。ちょっと待ってくださいね。はい、ということでアップグレードできましたが、アップグレードしたからには、アップグレードしたからにはやっぱり、トラックを買って雇い、ドライバーを雇いたいですよね。まずトラックディーラー行ってみよう。中古トラックってどこだ？新品ばっかりだけど中古トラックってわからん。見てみましょう。もうこれ最低クラスでも11万かかるんだ。買えない。7日間で27万5千円だからな。続いてワールドマップ。これで、各場所のマップが見れます。なんかピョトクリフから、ほなや、こっち通って、ラドム経由していくつもりが、ここの道が通れなくなったんで、回りしてルブリンに行ったんだ。どっちがいいかってわからないですよね。高速の方がスピードは出るからな。でルブリンから、この道を通ったのかな、17号線を通ってワルシャーに、で今ワルシャーにいるという状況です。ではワルシャーはたくさん仕事出るんで、おそらく長距離って言っても超長距離じゃないけどな。ブカレスト、バーサ。バーサ北側ですね、結構。スンズバルだ。スンズバル、ほんと久しぶりだよな。ティミショアラ。逆にルーマニアですね。ドルトムント。西側か。前回西側行ってたからな。なんかすごい長距離だよな。モンベリエとかも長距離だし、ベルゲンとかも長距離ですね。コモディニ、は、すごいな。まあ、ちょっと長距離すぎるかな。トロンハイム。トロンハイムはノルウェーの北側なんで、かなり長距離。どうしようかな。まあ、復帰初戦なんで、そんなに遠くに行かない方がいいと思うんで。このリエ、ラトビアのリエバーヤってとこに行きましょう。1万3000もらえるしね。コスパもいい、いいはず。出口は、ん？出口は後ろか。じゃあ一回転しないといけないんだよな。こっちは行き止まりだから。目的地への案内を開始します。
しかもめちゃくちゃ狭い。なるべくまっすぐにして、左方向です。ん？664キロ、結構距離ありますね。その先、左方向です。なんか鉄道が走ってる。左方向です。右方向です。お、トラック、バスが、面倒だ、ぶつくするかも。左方向です。なんでこんなめんどくさいんだ最初は。その先、右方向です。右方向です。右方向、出口です。危ない。無鉄砲だとこうなることに、無計画だとこういうことになってしまいます。イケアがありますね。あんまりチル配信心がけてるけど、あんまりチル配信じゃないですね。3連休だったんですが、あんまり内容のある3連休過ごせてなかったな。ゲームはやったんだけど、久しぶりにこのプロモッツのモッドをやるために、いろいろ準備とかしてたから、
その分手間がかかった感じはありますね。右に曲がれって言ってるのか。右車線を走行してください。その先、右方向、出口です。右方向、出口です。右車線を走行してください。まだ赤が長い。ギリギリ、前の車見るとギリギリになって左なんですね。まあでもそうか。これ電柱があるから、そこら辺どうしてもシビアにならざるを得ないですよね。なんだこれ。なんでしょうね。ロータリー1番目の出口です。出口です。を右に曲がるのか。ロータリー1番目の出口です。出口です。何？工事？片側通行、工事ですね。まだ青だ、いける。対向車が全然来ないな。
なんでしょうね。街の中にラウンドアバウトがある。いけー、きれい。直進です。してくれそうだ。あの十字路を曲がるのかな。いや、もう先か、先にあるロータリーを引くんだ。ロータリー、2番目の出口です。でさらに次のロータリーを左に行かねばならない。ロータリー2番目の出口です。出口です。あ、違う。いや、合ってるはず。合ってるよね。あ、なんかすったトレーラーが。国境？
結構スピード出せるね。140いきそうだ。あ、でもこれ以上はダメか。下り坂じゃないと多分出せない。ん？あれ？あ、市街地になってんのか。リトアニアに突入です。車線を走行してください。なんか工事してますね、右の車線。左車線を走行してください。2車線から4車線になるのか。車線、まずここはまっすぐだろう。右車線を走行してください。ここ右か。危ないよ、状況によっては転倒するよ。危ない。あー、やらかした。転倒した。無理です。牽引してもらいましょう。こうなり、急ハンドルスピード上げすぎるとこうなります。
やいや、完全修復は無理だろう。ということで。あ、違う違う。どこだ？多分あそこを出ればいいんだよな。左方向です。あー、やらかしてしまった。はい、気をつ、クローバー型ジャンクションっていうのは気をつけないといけません。ロータリー1番目の出口です。リスクが高いな、これは。出口です。で、また右だな。その先、右方向です。右方向です。あ、ダメか。歩道はいけないのか。歩道は無理なんですね。ここかな。そうだ、事故起きたとこ、ここだ。これ逆バンクなってるよな。ちっちゃうかな。あの、転びやすいのか。夜なんであんまりスピードを出さない方がいいですね。全然視界が悪すぎる。
工事？工事だ。よく見抜いた。夜は本当気をつけないとな。そうですね。トラックが向こう側車線を見てんな。これはちょっとやばい。バスが早く、あの前にあるバスが早く走行車線に行ってくれないといけないよな。本当はいけませんよ、これは。追い越し車線か追い越さないといけないからね。右車線を走行してください。あ、ここか。100キロ切りましたね、残り。左車線を走行してください。一般道かな。一応最高速度90キロとはなってるけど、なんで？
あ、くそ。あ、一車線なのか。国境ですね、これ。50キロ。さらに30キロ。制限が入ります。ラトビアに入りますね、こちらは。朝焼けがあれですね。その先、右方向です。なんだろう。右方向です。市街地ですね、イエパーヤの。ん？直進です。川を渡って左へ行って右か。右車線を走行してください。その先右方向です。あ、ここも黄色の点滅だ。すごい、路面電車、路面電車っていうか、なんだろうな、市街電車っていうか、左車線を走行してください。その先、左方向です。左方向です。あとちょっとですね。その先、右方向です。
方向です。ここ、ダメだ。結構厳しいな、ルール。到着しました。お疲れ様でした。いいでしょう。これほぼまっすぐ行けば OK なんで楽です。15ポイントもらっちゃいましょう。行けるはず。OK。行きました。上出来か。まあ、で、一回転倒したからしゃあないな。13万になったな、これで。もう一回かなと。ちょっとこれではトラックを買うのはやば、危ないね。トラック買って人雇ってっていうことをやりたいけど、まだですね。ラトビアのどこだっけ。ラトビアのリエバーヤ。ここか。じゃあほとんどもうリトアニアから入ったばっかりのとこなんだな。あんまりチルできなかった今回。あ、なるほどな。足を渡る。でもこれだったら確かに。賃金は低いよな。お賃金は。ウブサラに行ってみる。ウブサラ。あれ結構稼げるやん。罠ありそうだけどな。だってさ、40ドルだろ。お得に見えるよな、表面上は。で、はい。丸目だ。セーディッシュポップの丸目。お、なんかすごそう。ミュンヘンですね。ミュンヘンは長い。あ、表面上簡単なお仕事に見えるけど、罠の予感がする。このカールスタード行ってみますか。スウェーデンの
目的地への案内を開始します。ん？どこに？左か。で、さらに左。左方向です。左方向。もう一回左。その先、左方向です。もう一回左。左方向です。危ない。最初から結構危ない橋渡ってるな。左車線を走行してください。その先、左方向です。はい、導流帯なんでここは通って OK です。左方向です。行きましょう。そう。対向車来てるからダメだ。今度こそ。危ない危ない。なんだろう。あれ？危ない。え、なんで？またやっちゃったよ。またも、調整ってなんだ？あ、ミラーの調整、ライドの調整とかできるんだ。なんだこれ、全然チルじゃない。
とりあえず牽引してもらいましょう。時間も消費しちゃうんだよね。修理、距離数が増えてる以前。右方向です。これ戻された？結構元の町に。本当だ、戻されてる。リスポーンされてるやん。ナビを再開します。右方向です。その先左方向です。左車線を走行してください。その先左方向です。左方向です。今6時だろ、3時間以上ロスタイムしてるんだよな。短期は損期っていうのを。あからさまに象徴してます。その先、左方向です。左方向です。
う角度で右に行くんだろうな。市街地なんで気をつけないと。お、怖い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 、急に曲がってきた。減速しすぎた。あるね。右方向です。直進です。直進です。左車線を走行してください。点滅して赤が近いってことか。左方向です。左方向です。あ、譲ってくれた。ありがとうございます。え、どっちだよ。右車線を走行してください。その先、右方向です。右方向です。なんだ俺。あ、水、港へ来たのか。ポラリスライン。ポラリスってどういう意味だっけ？これは、あ、撮影スポットってことか。おお、こんなことができるんですね。美しい。おお。これはチルですね。なんだここ。貨物駅だ。エスケープで出るってことでいいのかな？お、ここでしか、視点を変えることはできないんだな。ということで、行きましょう。フェリーが待ってます。
さてと、スウェーデンは、なんだ、一つしか方向がない。乗り込みましょう。ナビを再開します。そして、重心高いから転倒の危険性がでかいよな。あと300キロあるのか。右方向です。その先右方向です。右方向です。なんだ？これは動くのか、それともずっとモブで止まったままなのかわかんないな。あ、動き始めた。これロータリーなんだ。出口です。出口です。
で、この上に上がって右だな。車線を走行してください。右車線ってそういうことか。いや、いいのか。危ない。がある。え、これはどこ通ればいいな。上り坂か。まっすぐだよな。直進です。
進です。もう夕方かと。フェリー乗ったからそうなるんだ。右車線を走行してください。右方向、出口です。これは十字路なんだ。直進です。右車線を走行してください。その先、右方向です。右方向です。まだじゃないの？ナビを再開します。いや、違う。違う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 。違う。入れないんじゃないかな。
ナビを選択します。あ、いける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 。あ、トレーラーダメージが入った。ロータリー2番目の出口です。で、右車線を走行してください。右へ行く。トレーラーダメージ 5% は痛いな。その先左方向です。トレーラーヘッドはダメージ食らっても修理が運搬会社がやってくれて特にペナルティもないんですよ。 でもトレーラーヘッドはその積みに関しては確実に。すいませんでした。もうちょっと下がらないとバスが動いてくれない。譲らないか。迷惑トラック。その先右方向です。右方向です。ん、これこれだな。目的地に到着しました。お疲れ様でした。OK です。そして普通に終わらせてしまうとなると結構めんどくさいんですが、一応やってみよう。やるだけやってみよう。ギリギリのここを攻めて、直角になるべく直角を心がけて、あとはまっすぐ進む。これどうだ？いけるか？いった !OK! もし分なしはちょっと評価落ちますね。85ポイント評価値がマイナスになってしまいました。15万6千円か。トラックマネージャーを見てみると、みんな日ごとの利益が出てるみたいです。中古車だったら、中古車いろいろあるんだ。状態があんまり良くない。あ、例えば状態が普通の状態で、これとかだったら6万3000円で買える。でも星5、中古車でもこれだったらちょっとお得かもね。ノーマルルーブ、シックスイーパーとかあるんだけど、あ、走行距離が70万キロだからすごいやばい状態だな。ほとんど新古車やん、この辺とかやったら。買っちゃいましょう。当然ダブリン、ダブリンの4代目として購入いたします。で、こんな感じになってますね。中古車センター。
ってことは、で、人材ついて人材派遣センターに行きます。スウェーデン、ハルスタッドのドライバーを雇用。評価がすごい分かれてんな。じゃあ最初からもう、評価高いドライバーを買っちゃいましょう。ちょっとなんか、顔が怖いけどな。OK です。1.7 とかは最初からな。で、これで6万になった。また何か言ってますね。中古トラックを販売機は知ってる。あと、そうだ、銀行から借りる手もあるんだ。借金もできます。もうカタログって何？テーラーアクセラリー。はい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 。いろいろ買えるわけですね。まあ自分のトラックもいずれは入れたいですね。何これ？ラジオはわかるんだよな。いいですね、ラジオも。あと、あ、ラジオっていうか、ミュージックプレイヤーもいいですね。私、これ、著作権に引っかかるんだよな、これをやると。ポイントをどんどん訪問することも目的になるのか。あんまり力入れてなかったけどな。いいじゃないですか。こういうふうに見せてくれるのか。上出来になったよな。上出来だったはず、さっきのは。あ、申し分なしに落ちちゃったよな。
まだ、ね、これからですね。なんかトレーニング方針を決められるらしい。これが高額貨物だろうな。まあでも。決まってるわけですね。長距離便乗ってる人、使ってる人もいるんだな。トラックマネージャーだよな。ガレージマネージャー。あんまりこっちは利益出てないよな。給与が特に高い。あ、でもこれからですよね。 0.8 とかいるよな。解雇しようかな、こいつ。あ、でもまあ雇ったばっかりだからまあいいのかな。なんかマイナス出てる場合もあるんだ。稼働率が意外と低い。これ4人駆動ってことかな。ついてもらいましょう。あ、でも非合利益ってそんなに出てないのか。乗り換えとかもできるんだ。インテリアとかも変えられるんだ。まずシャーシ変えることが基本じゃないでしょうか。はい、ということで、
最後にワールドマップを見ましょう。ワールドマップを見ると、ここから、ジーパンやから、スタートまで行ったんだよな今回。次回は結構北に行くかも、北に行ってみたい。って思うかもしれないですね。ベルゲンとかスタバンゲルとかも面白いかもしれません。道ちょっと狭いですけどね。はい、ということで、もしくはこれがどこだ、スタートなんで真ん中らへんだから、よてぼりとか南側に行くかもしれないし、まあ次回ちょっといつになるか分かりませんが、手軽に運転していきたいと思います。明日は時間があればキャプテン翼かな、そちらをやっていきたいと思います。セーブ。はい、ということでほぼ1年ぶりのユーロトラックシミュレーター2でした。いかがだったでしょうか。転倒2回してしまうなど結構後半になるほど運転荒っぽかったですね。反省点です。はい。ということで、見ていただいてありがとうございました。よろしければ、Twitch のアカウントのフォローお願いいたします。Please my Twitch, my account follow, please。また、この動画のアーカイブは YouTube にアップロード予定です。2日後17日21時頃からプレミア配信いたします。 YouTube でもぜひご覧ください。お願いいたします。また YouTube のチャンネル登録、動画の高評価もぜひお願いいたします。 This Live Archive My YouTube Channel Subscribed and Channel Subscribed and Good Button Pleaseアーカイブアップロード2 days after プレミアライブ。そして、旧ツイッターである X のアカウントを持っております。チャット欄にアドレス記載し、これらチャット欄にアドレス記載してます。ぜひアクセスお願いします。ツイッター X のアカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X please アカウントフォロー&リポスト&グッドボタン please。ユーロトラックシミュレーター2ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。